はいどうも、アバンティーズのストラチーとリクオです。早速ですがね、今日はある検証というか実験をやっていきたいと思います。はい。まあ、題して真面目な会議をしている時にブラジャーをしていたら突っ込めるのかというね、実験をやっていきたいと思います。まあ、いつも僕たちのことをマネジメントしてくれてるバディさんがいるんですけれども、今回はそのバディさんをこの会議室に呼び出します。そして呼び出したところで僕が真面目な会話を切り出すと、そんな時に僕はこの服の下にブラジャーをつけている。まあ、そのバディさんは僕に真面目な会話をしている時にそれなんですかとか突っ込めるかっていう。なるほど。ってことで今回は、まあ、ブラジャーを用意したんですけれども、ここね、僕のね、あるこだわりがあるんですよ。ということで今回は紹介いたします、このブラジャーってことで今回はこちらピーチジョンのブラジャーを用意いたしました。下着をつけるなら、まあ、そこから本格派でいかないとね。というわけで早速実験をやっていきたいと思います。はい、というわけで、まあ早速ブラジャーをつけていきたいと思います。サイズは、はい、この通り C の75。お疲れ様です。事件です。お疲れ様です。終わりました。お疲れ様でした何かありました？なんか結構なんか、はい、真面目っちゃ真面目な話なんですけど、はい、なんか 今の名前ソラチーじゃないですか。はい。20歳になる上でソラチーとはどうなんだっていう、あれ本当の悩みだったんですよね。そうなんです。結構悩んでて、うん、まあなんかチーそらはいいんですけど。いや、分かる分かる、確かにそうですよね。僕が30になって、りょうちーって言ってるみたいな。そうそう僕には言えないですけど、確かにそれがちょっと意識してあるんだって。可愛すぎるっていうのはありますもんね、これ。そうですよね。あ、でもこれの変わる方法はまだ出てきてないっていう。そうですね。でもそらは絶対にないとダメですもんね。そうですね、結構うん、まあそうですよね。空抜いちゃったらもうなんか なんだか分かんなくなっちゃう。そうですね。ちぃ正直僕は全然やっぱ気にならないっていうのは僕の感想だったんですけど、 でもそれはやっぱり自分がしっくりこなかったらもうしっくりこないですもんね。どうしようかな。で、あとはもし自然に行きたいのであれば、なんか罰ゲームじゃないですけれども、バカルティだった人がサマーズになったじゃないですけど、罰ゲームで変えさせられたっていう程度、その決着させたらまだ自然ちゃ自然なんですけど、動画でもなんかその解明自体も見たりするみたいなそうですそうです。実はね、僕ちょっとこの二十歳になってチーってついてもどうだと思うんだみたいな感じになっちゃったら、まだ自然にできるのかなと。違和感なく。めっちゃくだらない悩みですけど、なんかそんぐらいです。うん、名前って多分重要だと思うんで。結構タイミングっすよね、変えるとしたら。うん、どういうタイミングで変えればいいんですか？5月12日あに変え、20歳になるからって言ってきっかけは一番ベストだと思いますけど。あ、確かに。そうブラジャーつけてます。ピンクリッシュを使ってカッパを作ろうと思います。どうなってます？膨らんでないですか？え、何ですか？え、気のせいですか？え？
え、今気づいちゃダメでした。え、ちょっと待って、え、あれ、なんもないです、なんもないです、ちょっと見なかったことにしました。え、あれ、なに、え、気のせいですか。え、なに、えぇ、ちょっと、え、どういうことですか。え、あ、回ってたちなみにこれピーチジョンです。いや、知らないですピーチジョン、プライス3500円。何やってるんだよ気持ち悪い気持ち悪い。うわ